上上杉の夫人は盤石のようだ。さて、どう崩すかね。南北からの進軍はどうです、柴田の旦那。うまくいくとは限りませんが。じゃあお前は南を進め、俺は北だ。手始めに近くの砦を攻略するか。それ式の兵数ではこの砦は落とせぬわ。主力、と率いる権六殿と秀吉は守らねえとな。本陣を守る長秀殿もだな。不浄なる織田の進軍到底看過できぬ。よかろう。我ら上杉が残らず払ってくれる。よし、このままさっさと進軍と行きたいところだが、本陣の様子が気がかりだな。よし、本陣に近い砦を奪えたな。これでいくらか戦いやすくなんだろう。多くの憂いは立てた。これより前線の援護に回ろう。妙だな、敵が少なすぎるよ。僕の予想では近くの砦に伏兵がいると見た。時は満ちた。皆の者、突出した織田勢を包囲するのだ。いいだろう。おいおい、待ち伏せかよ。さすがに目が悪いな。一旦交代しねえと。好機到来。我らは上杉に加勢いたす。あれは一騎衆、上杉と組んでいたのか。伏兵の存在は読めていたのに。なんとか交代できたが、連携が取れないオイラたちに今できることは。ほら、オイラはここだ。追ってこい。これで旦那らの負担が減りゃいいが。大丈夫、これが僕たちに取れる最善だよ。秀吉の思いきっと伝わると信じよう。織田の連携は立てた。ならば行くぞ。勝利を上杉の手に。開門。これ。開門。あいつらが増援を手配しているのか。残らず倒して。ついでに砦もいただくかね。ではいただくぞ。さて、ここからどうやって巻き返すか。開門。ようやく増援を止められたか。これで少しは前に進めそうだ。味方が織田を引きつけている今が山道を抜け奇襲をかける好機であろう。開門。敗北条件変更。私か。秀吉様が撤退しちまった。一体どうすれば。秀吉が引いただと。あいつのことだ。ただでやられるとは思えないが、今は秀吉の分まで俺たちが振るわねえとな。荒くくれよお前ら。俺は過ぎたことは振り返らねえ。ただ秀吉の分まで決まるだけだ。もはや勝利をつかんだも同然か。行け、上杉の聖堂にて織田を払うのだ。開門。
この戦、我らの清き勝利は約束されている。無駄なあがきはよせ。エローネが縮小粘っちゃいるが、どうにも二度生かされた命まだ散らせねえのによ。お前らの好きにさせてたまるか。俺の命に変えてもだ。やれやれ、奇襲を受けたらどうなってたか。こんなに劣勢だなんて、勝家は無事なの？姫、援軍にどうにかお守りしたいが、今俺が前線から離れるわけには。敗北条件変更。敵本陣を脅かして奴らを引かせるか。姫も安全、勝利にも近づく。一石二鳥だろう。おだめ、存外頼る。増援を送れ。開門。この砦を抜ければ敵本陣の近くに出る。どうも、奪わせてもらおうか。織田の手勢か、軽くひねってやれ。急ぎ織田の増援を叩くのだ。本隊と連携させてはならぬ。それじゃあここから敵本陣を脅かすか。奴らがこっちに兵を割いてくれりゃ好都合だ。開門。おだめ、北の砦から攻め入るか。急ぎ兵を戻し奴らを打ち払わねばな。開門。本陣はもう大丈夫みたいね。じゃあ今から私も前線に加わるよ。エローネが織田もなかなかあがくではないか。その執念を称し、私自ら払ってやろう。織田の一年、この目にしかと焼き付けた。この謙信の膝を折らせようとはな。一心報いはしたが、ここいらが限界かもな。全軍退却だ。奮戦に免じて深を言わせん。次にまみえし時こそ我が聖堂にて払おう。天下無双の余事、この義元にこそふさわしい。